はい、こんにちは。物欲名古屋人です。今回は商店工房さんからレビューを提供いただきまして、カメラ用のレンズご紹介していきます。今回は TTR 持参のレンズですけれども、 TTR 持参はこのように非常に明るい単焦点レンズで、金属筐体でね、作りも良くて、ファンも多いレンズブランドです。私も TTR 持参のファンでして、このようにこちらは例えば 35mm f1.4 ですけれども、とてもかっこよいですよね。こちら購入してね、使っていたり、動画でも以前紹介しましたけれども、こちらですね。こちらね、今回紹介するレンズと同じ 50mm の f1.2、 めちゃくちゃ明るい大口径レンズです。こちら Z マウント用のねレンズですけれども、こんな感じですごいですね。本当にね、綺麗な写りします。マニュアルフォーカスですけれどね、写真撮るのがね非常に楽しくて、写りもいいというね、この TTR 持参。そして何よりね、コスパがいいです。ほんとコンパクトでコスパいい、作りも良いレンズになってるんですけれども、今回ご紹介するのはもうこちらニコン Z9 に今装着されているレンズをご紹介いたします。今回ね、めちゃくちゃ面白いレンズです。TTR 持参のチルト 50mmF1.4 というレンズです。チルトと書いてありますように、チルト機構を備えたチルトレンズになっています。一般的なレンズとね、ちょっと違う機構がね備わっているので、そのあたりもね含めて、実際撮影してきましたので作例も含めてご紹介していきます。本当に面白いレンズで、これめちゃくちゃ楽しいのでね、ぜひね、気になった方チェックいただきたいと思うんですけれども、まず外観から見ていきましょうか。はい、こんな感じで、金属の筐体でできていまして、とてもね質感高くできています。今装着しているのがニコン Z9 ですので、今回ご紹介するのは Z マウントのこちらチルトレンズです。しかもこちらフルサイズ対応してますので、なかなか Z マウントでねフルサイズ対応しているチルトレンズありませんので、非常に貴重なのではないでしょうか。こういったメーカーさんが Z マウント対応し始めてきているのはね、非常に嬉しいですね。どんどんとね増えてきてほしいですし、それに負けずとニコンの純正も出てきてほしいなと思う次第でございますけれども、このようにキャップが、金属キャップがしっかりとありまして、こんな感じのね、非常にかっこよいレンズで、このようにニコンのボディにとても合うようなねレンズになってます。もちろん Z9 だけでなくね、 Z7、Z7II、Z6、Z5 等にね合いますので、このニコンの武骨なボディにマッチするレンズになっています。スペック簡単に見ていきますと、こちら 50mm の F1.4 という明るいレンズです。絞りがですね F1.4 から F16 までいきますね。そしてフィルターは 62mm 径となっています。最短撮影距離は 50cm で、そして光学設計としましては、レンズはね6群で7枚のレンズで、絞りバネは12枚と、フォーカスですけれどもマニュアルフォーカスというね機構になっています。レンズ自体の重さは452g ということで、そこそこ重厚感のあるレンズになっています。ではこのレンズの特徴、チルトレンズということでどういった機能を備えているか見ていきましょう。まずこちら面白いのが、下にねこのようにシルバーのネジがあるんですけれども、今ねもう動かしている状態ですが、なんとこのように回転いたします。こちらで今0度の状態ですけれども、ここネジを回してね止めるんですが、緩めて、ここですね、結構クリック感がある、カチッカチッとまではいきませんけどね、はい、このように各角度がしっかりと手で伝わってくるようになっています。15度刻みでメモリ表示がされていますので、それに合わせて0度、例えばね0度にいたします。そしてここネジで止めます。ちょっとねこのシルバーのネジはね小さいので、少し緩めたり締めたりしにくい点はありますけれども、こんな感じです。最大の特徴がチルト機構ということで、この上のネジをね、大きいネジを緩めますと、ジャンとこのようにチルトいたします。最大8度までね、こちらこのように角度つけることができるんですけれども、この機構によってとても面白い絵がね撮れるというようなレンズです。これはね本当に、私ねチルトレンズ使ったことねこれまでなかったので、今回使ってみてとても新鮮でしたね。こちらチルトさせない状態で使いますと、もちろん F1.4 の 50mm の単焦点レンズとして使えます。でその状態だとですね、例えばこのように、被写体があった時に、こうね水平にすればもちろんピントがね、こう
この同一距離の物体に対しては前面に合うんですけれども、このチルト機構でこうずらすことで、特に F1.4 というね浅い被写界深度ですので、ピントの合う範囲がね一気に狭まります。こう平行的にピントが合う範囲があったのが角度つくことによって、このね例えば真ん中の一部分とかそういったとこだけにピントが合って、あとはね盛大にボケるという絵が作れますので、いわゆるねミニチュア撮影のような雰囲気の絵が撮れます。逆にですね、対象物がこう斜めの場合、例えば、車とかね電車の模型とかそういった場合は、まっすぐな状態で普通に撮っていると一部分しかねピントが合わずに、あと前後ボケるといった感じになるんですけれども、このチルト機構を利用することでここね平行的にしてあげることで、よりね前面にピントが合わせられるというようなね、角度を使って平行にする、そして角度を使ってあえて平行からねずらしてピントの範囲を狭めるというようなね使い方ができます。ではレンズ見ていきますと、ここがフォーカスになります。ここにはねフィートとメートル表記で焦点距離が目安で書いてあります。ここ 0.5 メートルですよね、50センチ、最短撮影距離が50センチですので一番短い状態でここですね。そこまで寄ることはできないんですけれども、 F1.4 と明るいのでかなりにぼかすことができます。そしてこの上はこちらが絞りです。 1.4 から最小絞りが16ですね。このように16まで絞ることができます。ここはね特にクリック感カチカチっていう感じはありません。ヌメーという感じです。そしてこのレンズですけれども電子接点ありませんので、このレンズの情報とかね一切残りません。本当にフルマニュアルレンズという感じになりますので、F 値ねどれぐらいで撮ったかみたいなの後からね EXIF で見ることもできないのでご注意ください。今この状態だとチルトは左右にこのように振る形になりますけれども、ぼかす領域だったり角度を変えたい場合は、先ほどのこの金属の、この小さいね銀のネジを緩めて回すことで、はい、このように例えば45度、斜め45度にして、チルトさせると、この斜めの状態でこうやってねチルトさせられます。そしてもう少し回転して90度にしますと上下ですね、これで上下でチルトさせられますので、水平方向にねピント合わせたいみたいな時はこのチルトを使うといいと思います。こんな感じです。面白いですよね。ただ注意してほしいのが、こちらね自重で、一番緩めた状態だと、はい、ガコンとね落ちてきますので、そこだけご注意ください。しっかりとね、まあ、ちょっと止めればこのように下に行きませんので、緩めて少しこのようにね止めると、こんな感じでここがねガンって下に行ってしまうのだけご注意ください。では実際どんな感じで撮れるかですけれども、 Z9 電源オンにいたしまして、こちらね、正面に少し箱を置いてますが、こんな感じでですね、マニュアルレンズですのでフォーカスピーキングをオンにしておくと分かりやすいでしょう。今ねピーキングの色赤色で、ピークの強度は弱でね設定している状態ですけれども、そうしますと、このように今ピントのリングを回転させるとね、こんな感じで、はい、表示されます。これでねだいたいこの箱のロゴというか柄にあった状態ですけれども、もちろん APS-C の ZFC とか Z30 でも使えます。今ね技術的に DX モードにしましたけれども、そうしますと 75mm の、ね、レンズとして使えますので、よりね望遠で切り取ることも可能です。今チルトない状態です。このようにねチルトない状態ですけれども、これをねチルトネジ緩めてガコンとつけてみますと、はい、どうなるかと言いますと、こんな感じです。わかりますかね、このようにピントの線がね細くなったのがお分かりいただけるかと思います。はい、本当に今このレンズの真ん中にしか合ってないですね。このように左右がこれでボケるという感じですので、よりね、まあ、被写界深度が浅くなると言いますか、ボケがね周辺のボケが強くなるという感じです。そしてピントリングを回転させることで、このフォーカスの位置、焦点が合う位置もねピンポイントにこう調整して撮影することができるというような感じです。では実際に名古屋の境でね撮ってきた様子見ていただきたいと思いますけれども、今回はねほとんどこのプラスマイナス8度ぐらいでね振り切った状態で撮ってます。一番ね効果が
強い、チルト効果が強い状態だと思っていただければいいと思いますし、こちらがね5度とかもう少し微妙なところでね止めることもできますので、撮影の幅がねこういった調整によっても広がるのではないでしょうか。よくねチルトシフトレンズと言いますけれども、このレンズはチルト機能だけでねシフト機能は備えていませんのでご注意ください。本当にこのレンズ良いレンズで写真撮るのが楽しくなります。バキバキのね高解像度レンズ Z レンズを求めるのも良いですけれども、こういったねチルトレンズで雰囲気の良いね面白い絵をね撮ってみるのもありかなと思います。建築系のパースを撮るような使い方もできるようですけれども、どうもねボケちゃうのでね、いまいちその使い方はね今回できませんでした。最近ではフォトショップだったりライトルームとかね、そういったポスト処理でどうにでもね歪みとか取れちゃうのがありますので、まあパース取るっていうよりはこのねミニチュア感のある絵を撮って楽しむっていうのがこういったチルトレンズ醍醐味じゃないかなと思います。ということで実際映像を見ていただいて終わりたいと思います。映像をご覧ください。今チルトなしの状態で電子手ブレ補正がオンの状態ですね。マニュアルフォーカスですので、このようにピントリングを合わせてフォーカスを決めます。ピーキングをねオンにしておくと分かりやすいです。そして今ね F 値を 1.4 にしましょうか。一番こちらがボケる状況ですね。こちらが一番ボケてる状況で、そしてチルトをねオンにしてみます。どうなるかと言いますと、一番ね左までシフトします。お、こんな感じですね。どうでしょうか。もう周りボケボケになりましたよね。このようにピントの合う範囲、まあ被写界深度というかね、ピントの合う範囲が狭くなるというか角度がつきますので、こんな感じで、フォーカス動かしますとボケから、はい、このようにピンポイントでね、今 P のとこにピント合わせてます。久屋大通り、こんな感じの挙動をいたします。逆に右側にしますとこんな感じ。もちろんねレンズが右にシフトしますので画角も変わります。そしてこう戻すと先ほどよりも左側にはねピントが行きます。こんな感じですね。これはなかなか面白いです。ミニチュア効果もね簡単にできそうですね。ではシフトを戻します。全然違うのがお分かりいただけると思います。では名古屋で見ていきましょう。左にねチルトいたします。こんな感じです。そしてフォーカス動かすごとにこのように動きます。今 F1.4 ですので少し F 値を変えてみましょう。ボケの範囲がね、徐々に変わってくるのがお分かりいただけるかと思います。はい、こちらで F16 ですね。一番絞った状態です。はい、こんな感じ。今フォーカスのリングを動かしてますけれども、絞った状態だとピント位置がね、まあ、ほぼ変わらないですね。シフトしても F16 だとこんな感じで全面にピント合います。ではこれで F2.8 です。そして F1.4 にします。はい、こちらが F1.4 です。今ね左右にチルトしましたけれども、今度はこれをね上下にチルトしてみましょう。90度実はね回転ができます。今レンズ90度回転させましたので、先ほど左右だったチルトが上下にすることができます。では下にずらしてみましょう。はい、こんな感じです。ですのでピントを動かすとこのように前後に合います。ちょうど久屋大通りパークのロゴを真ん中に持ってきてピント合わせますとこんな感じ。ほんとピンポイントで合いますよね。
このように後ろと前がこのロゴ以外ね、綺麗にボケてます。では続いて上にねチルトしてみましょう。こうなります。まあこの例だとね、あまりパースが効いてないので違いが分かりにくいかと思いますけれども、ビルなどを映すときはね、この縦方向のチルトっていうのはかなり有効になります。チルトを戻すとこんな感じ。チルトがない状態です、このようにねテレビ塔だけにピントを合わせようとしても横のねビルまで、中日ビルまで合ってしまいますけれども、チルトさせてピントをね調整することで、はい、今中部電力未来タワーだけにピントを合わせてみました、このような制御ができるのがこのチルトレンズの面白いところですね。テレビ塔、中日ビル、このようにフォーカス対象をピンポイントで調整することができて、それ以外は綺麗にボケます。 F1.4 にします。よりボケます。お月様だけにピントを当ててみました。チルト状態です。テレビ塔だけにピントを当ててみましたけれども、ちょっと幅が狭いのでもう少し絞ってみます。どうでしょう。チルトなし状態でお月様とテレビ塔を映してます。ではチルトしてお月様だけにピントを当ててみましょう。こんな感じかな。そして逆にチルトして今度はテレビ塔だけにピント当ててみます。そして F を絞っていくと、開放していくとこんな感じです。動画なので今設定が変わらないので暗くなっていきます。 F 値を絞ると暗くなっていくのがわかると思います。それに合わせてピントの範囲も広がっていきますね。開放の F1.4 だとだいぶ明るくなります。こんな感じ。チルトします。もう雰囲気全然変わりますよね。これは面白い。続いて上下にチルトしてみます。上にチルト、おお、もういわゆるねミニチュア撮影みたいな感じになりますね。こんな感じでピントが動かせます。面白い。戻しまして、次にね下にチルトします。このようにぼかし方自在ですね。やっぱりね面白いのがこういったシーン、上からのね俯瞰したようなシーンでの撮影ですよね。今チルトなしの状態で F1.4 で撮ってます。まあ、これでもね結構ボケはするんですけれども、チルトしてみます。ちょん、いや楽しい。これは面白いですね。今下にチルトした状態です。もうピンポイントの横のラインでしかピントが合いませんので、本当に、ね、ミニチュアのように撮れますね。これでねちょっとサイドとコントラスト上げたらね、本当いい雰囲気になるんじゃないかなと思います。今度はね上にチルトして画角を少し下げてみました。どっちがいいんだろうな。なんかこっちの方がミニチュア感が出てる感じがします。上にチルトした状態と、下にチルトした状態、どうでしょうか。違いありますかね。上にチルトして下げる、下にチルトして上げる。
右にチルトするとこんな感じです。そして90度回転させてみましょう。このようにね、今斜めの状態です。これで45度かな。面白いですよね。これ斜めにピントが合うの分かりいただけますでしょうか。そしてこちらが90度です。これで水平方向にピントが合うようになりました。上にチルトさせて下に下げる。手前の穴にピントを当ててます。ちょうどこれで、ね、奥の真ん中あたりにピントを当ててます。ということでいかがでしたでしょうか。めっちゃ楽しくないですか。ほんと面白い絵が撮れてね、これハマりますね。いろんなシーンでね撮ってみたくなりますし、どちらかというとね、上からこうね見下ろすような風景だとよりミニチュア感が出てね面白いんじゃないかなと思います。お手軽にミニチュア撮影できますので、チルトレンズ検討してみてはいかがでしょうか。今回は TTR シザンのこちら 50mmF1.4Z マウントのレンズご紹介いたしました。他にもね E マウント等も出ていますので、ぜひね焦点工房さんのページ参考にしていただいて検討いただければと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。